はいどうもファンネルです。アーマードコア6ファイアーズオブルビコン続きをやっていきます。ちょっとだけ AC、ペイント変えました。若干紫色にしてみました。はい、じゃあ、メインミッションやっていきますかね。メインミッションで、ミッションメニューでは届いている依頼内容を確認してミッションに出撃することでストーリーを進行させることができます。2つありますね。どうすかな。これ難易度とかは別に書いてなくて、お金、まあ、こっちの方がいいな。移設型砲台破壊。ディテール。ルビコン解放戦線の配備した移設型砲台の全破壊。敵撃破に応じて報酬を加算と。まあ、これでいこうか。まあ、まだそんなに武器もね、マシンガンとライフルしかないから、選択肢。ルビコン進駐を行った生涯企業勢力の一つ、ベイラムグループから工事が出ている。ベイラム同盟企業ダーフォンによる依頼を工事する。ルビコン解放戦線が汚染市街にボース製の移設型砲台を配備した。あの市街自体に価値はないが、コーラル調査領域を拡大するには抑える必要がある。邪魔なのね。野心ある諸君、解放戦線の砲台を全て破壊せよ。我々は MT 撃破に対しても追加報酬を用意した。可能な限り敵方の戦力を削いでもらおう。これは諸君らにとって手堅く実績を作る好機だ。奮闘を期待する。これだから別の傭兵さんとも勝ち合うってことだよね多分。まあまあまあ、目的同じなら敵対する理由もあるやつはいるんだろうな。さあ、じゃあこのまま行ってみましょうか。出撃です。不特定多数に向けたばらまき依頼だ。肩慣らしには悪くない。ちょっと色は変えるかもしれませんのでね、今後。とりあえず今はこの色に変えてみたっていう。まあ、基本的に私は白が好きなので多分白にすると思います。じゃ行ってみようか。ミッション開始だ。 MT 撃破にどうのこうのって言ったけど、スキャン。これスキャンでさ、待ってね、後ろとかにあれあったりするのかな、追加パーツ。まあいいや。ちなみに、おお、待ってね、時間はないんだね。あんまり時間はないっていうか、制限時間は今んとこなさそう。 OK、 ライフルをくらい。シールド持ちじゃないよね。よし、でどっから行ってもいいのかい。正面から行っていいのかなこれ。この間戦った場所に似てるんだろうね。っていうか一緒か。なんかいる。盾持ちじゃなければやる。あれ、なんだ、しまった、外した。何、後ろから。そこにいた。そんな炎の場所で何をやってた。お、待てよ、これ通れそう。見えたな。見えました。ちょっと待って、砲台はいいんだが後ろ向けないでしょ、砲台。よっ、こっち向けるんですか。よいしょ、やったか。ここは片付いた。オッケー。あっちですか。あっちは砲台どこ向いてる。てか敵が、てか待て、砲台いたな。ちょっと逃げよう一回。何、こっちにもいる。よいしょ、ちょっとトンネル入ります。今のって砲台、あー撃ってるね。うれ、撃った。ミサイルを食らいな。違うな、なんか狙われ方が。待てね、とりあえずズン。あれ、それも砲台かい。あ、これも砲台だ。しまった、サーベル振っちゃった。砲台は硬いのかな。 OK、 これはヘリ。了解。ミサイル発射。サーベル振るけどもう倒してた。なんかいる。そっか、こいつ倒してなかったか。あと迂闊に撃ちすぎるともちろんね、こっからは弾切れも
どこにいた。お、待って、砲台が分かんねえな。あんまり頭出さないようにしようか。待って、なんか今いなかったか。この隙間いた。サベロよっ。おー、なんかすげえ、おー、スナイパーキャノンみたいなの撃ってるやついるね。ちょっと後ろ回るね。すげえ危ねえ、危ない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 。その辺にあったはず、砲台。これ了解。勝て、この砲台。よし、マルチロック。できてなかったかも。ちょ、あ、そっか、これあれか、エリア限界だった。ちょっとこいつにはサーベロぶち込みます。ズンズン、よっ。結構やれてんじゃないの。ちょっと待ってね、復活に雑魚敵をやると追加報酬とはいえ、メインどころに撃たれてはどうしようもないからね。待ってね、あれやったのか、やれていない。スキャン、やったか。ん、なんかいるな。まだやれてなかった。しまって、ね、なんか狙われてるような気がする。よし、残念 50%、 これはまずい。さあ、あれやっちゃいますよ。ズンズン、撤退ですか。これどうなんの、帰るまでが仕事ですか。あ、終わったわ。よし、難なくクリアって感じですね。まあボス級出なきゃこんなもんだよね。1、10、100、1000万、10万、お金貯めていかないと。新着メッセージ一件。何でしょう。傭兵支援システムオールマインドよりお知らせします。はい。登録番号 RB23、 識別名レイブン、あなたの傭兵活動再開が確認されました。パーツショップの利用権限を復旧します。やった、やっとショップが。パーツショップ行けるようになりましたと。トレーニングに教育項目が追加、これもやっとくと。トレーニングはちょっと動画外になっちゃうかな。待ってね、どういうトレーニングなんだろう。戦闘基礎、あ、でもちょっとやっとくか、これね。一回トレーニングやっちゃうね。パーツもらえるかもしれないし、これでも。スタッカーの説明とかあるっぽいから。チャージ攻撃が可能な武器では通常攻撃とチャージ攻撃で性能や挙動が変化すると。R2、長押しで右手チャージ武器ね。チャージ中に三角で中段チャージを。おお、すげえ、こんななる。あ、しかもブーストの色青になってる。ズン、これいいね。ちなみにチャージをキャンセルも三角でできると。攻撃に伴う衝撃力により、機体の ACS 姿勢制御システムに負荷が蓄積していく。負荷限界で発生するスタッカー状態では機体は制御不能に陥るため追撃のチャンスとなると。 R2 長押しで右手チャージ武器でスタッカーできるのかな。 L2 で左手武器ね。了解。ズン、これがスタッカー状態か。スタッカー状態では全ての攻撃が直撃扱いとなり与えるダメージが大きく上昇すると。肩吹きやってみっか。ダダダダン、やれなかった。待ってね、スタッカーにしてサーベルを振れば。距離感がアホだった今。ドーン、よし、一撃目サーベル外しますね。敵に与えた ACS 負荷は一定時間でリセットされるが、その一部は消えることなく残留する。あ、そうなんだ。あ、一定値までは与えちゃえばそこまでは残ると。その残留性能は武器によって異なり、あ、違う、そういうこと、え、
待ってね。総じて爆発による衝撃は残りやすいと。残ってる？待ってね。ああ残ってんの？これなんかよくわかんないな。違う、マルチロックにしちゃった。でも減ってくよね、やっぱり。残念、気にする必要はないよね。もう一発やればの前に多分やっちまうな、これは。ミスった。んー、ズドンで、ドン。あれ、スタッカー状態にするのも大変なんだわな。おっと、こちらを認識していない敵に先制攻撃を加えることで通常より大きな ACS 負荷を与えることができると。はあ、これ気づいてないの？気づいてるよね。ダメじゃーん。マルチロック、ズン、ズン。すごいね、チャージショットの時足止めちゃうけど、これもしかしてタンク型だったらそんなことないとか。サーベルをちょっとボタン間違っちゃうな。ズン、よいしょ。私もスタッカー状態になっちゃうかもしれないから、ズン。さあ次です。左肩に装備できるシールドは被弾によるダメージと ACS 負荷を軽減することができると。お、すげえ。実体シールドではない感じだね。これシールドしながら撃てないかな。撃てないわ。撃ってこい。だだだだだだ。どれぐらい軽減してんだろう。待ってね。ちょっとわかんない。でもいいよね、シールドを使いたいね。シールドは展開してから 1,2 秒前後が最大出力となる。この間に防御するイニシャルガードによりダメージと ACS 負荷を最小限に抑えることができる。攻撃予兆表示を見て L 位置を長押し、イニシャルガード。待ってね。あー、攻撃予兆表示ミスった。もう一回ね、上に出てからだな、予兆表示。今できたん？わかんねえ。でも確かにダメージは減ってるね。待って、この普通にやってる時に食らうと、ああ、めっちゃもらうわ。あ、しまった。待って、シールドがダメか今。シールドゲージが回復、避ける、避けれちゃうのよね。よっ、うん、ズン。何こいつ、どうやって倒すっていうの。サベルで、お前その距離当たんねえだろ絶対。後ろを取っちゃえばさ。シールドも奥が深いなこれ。難しいぜ。アサルトブーストによる突撃中は移動が止まれない消火器では衝撃力が上乗せされ、被弾時の衝撃も軽減される。あ、被弾時のもそうなの。ズン、やべ。ミスった。もう一回やってみっか。待ってね、あんま撃たないでエネルギーが持たないでしょ。倒した今。ちょっとやっちまった。よっ、ズン。よいしょ。さあアサルトブーストでいきますか。いくよ。ダンダンダン。このシールド、サーベルも多分強くなるんだよね。いや、奥が深いってことが分かったけど難しいぞこれ。お、これは LR だから、なんだ、レールガン違うな、 LR なんだっけ、 LR って。AC デザインアセンブリで、武器をちょっと見てみましょうか。あ、リニアライフルか。電磁気力により、あ、だからチャージショットできるから、ただ残弾が減るけど、あ、これ使いてえなー。
まだまだ積載も EN 負荷も余裕だから、どうすかな、リニアライフル、次のステージ次第だな、実弾の方がいいとかもあるから、ちょっと待ってね。あ、そうだ、あとパーツショップ。購入メニューでは、企業などの各種勢力の販売するパーツを購入することができると。ストーリー進行によって追加されていくよ、と。大口径ハンドガン。なんか衝撃力あ、そうだよね。やっぱりその高い衝撃力により猛威を振るったという。バズーカね。いいね、バズーカ。これはバーストライフル。なんだこれ。安定した攻撃力と衝撃力を誇る実弾兵器であり、チャージによりバースト射撃に切り替えることができる。バーストって3発撃つとかかな。左手。あ。で、今お金は1、10、100、1000、万じゃ。26万あるから、どうすっかな。ダブルマシンガンでもいいんだけどね。ちょっとマシンガン買っていい？左手武器。1個買っといて。で、待って、ね、今、左、バックユニットが何も持ってないんだよね。標準パルスシールド、2連装対、ミサイル。これ、まあ、シールドにしようか。でも、シールド。なんとも言えねえな。あ、この顔いいな。あ、でもちょっとあれかな。あと、やっぱ胴体とか足はクソ高なんだよね。クソ高なんだが。まあ今んとこはまだあれだな。大丈夫かな。買わなくても。OK。いやー、これは奥がまた深くなってくるね。じゃあ、アセンブルで。今回、まあボス出なさそうなんで、ダブルマシンガンになんかトロフィー出たな。ダブルマシンガンで行ってみますか。で、左ユニットに、なんだっけ、ガード、シールドを装備して、OK。じゃあ、メインミッション行ってみますか。オペレーションから、ミッション。はい、グリッド135相当。MT 部隊壊滅だからいいね、ダブルマシンガンで。621、仕事だ。了解。はい、今度こそ出るかな、仲間、仲間っていうか、あの傭兵、私以外のね。じゃあ出撃してみます。身分は手に入れた、次は実績作りだ。行くぞ621。合点。さあ、ダブルマシンガンで行ったのが基地と出るか京都出るか。行ってみましょう。これ待ってね、近場に、ああ、ここ下落ちたら危なそう。 OK、 いるかい。ちょ、見えづら。これはドアか。開けていきましょう。あれ、開かない。開いた。早速いる。マルチロック。さて、ダブルマシンガン。よし。あれ、ダブルマシンガンが。ダダダダダダダさん。よいしょ。OK だよ。しまった。すぐリロード挟む。ヘリコプター。よし。おっと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 。ダダダダダ。よいしょ。サーベル持ってないことを忘れそう。あ、待って、これは、あ、これ絶対他の傭兵さん出るじゃん。こんなんで終わるわけねえもん。だって何何
そう、あ、しまった。これ待って、これでシールド持ちってやれるよね、あのサーベルなくてもやったな。よし、なになに、なんかいた、これちょ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 、どっから湧いて出てきたこいつら。弾大丈夫、やべ、だいぶ減ったな。やってしまってるし、私シールド使っていないやっぱ左手シールド使いながら右手のマシンガン撃てるわ。よし、 OK。 ミシガン総長っつった？敵 MT 部隊の殲滅を確認した。え、これで終わりかい？仕事は終わりだ。あ、待って、これこん違うな。あ、コンテナなんかありそうだけど、なかったのかな。全然楽勝だったが、ただね、これあのやっぱダブルマシンが弾薬費がちょっとひどいね。まあまあまあ、弾薬費考えなくてもよくなるぐらいお金貯めましょう。新着メッセージ一件。何でしょうか。なんだ、ログハントプログラムって。我々の指定する対象機体を撃破した際はその戦闘ログを送信ください。ああ、そんなのあるんだ。参加者には送信件数に応じてパーツ提供が行われます。ふるってご参加ください。アリーナみたいなもんかい。まあアリーナでいいんだっけ。待ってね、傭兵支援、噛んだ、支援プログラムログハントに招待されました。ログハント対象アイコンが表示されている敵を発見し撃破すると戦闘ログが獲得できるようになります。戦闘ログを集めてハンタークラスを上げれば、お、ハンタークラス、オールマインドから報酬パーツが提供されます。これはじゃあミッション中に出会うのかな。メインミッション更新されてなくね。あ、されてるわ。テスター AC、 あ、 AC だから敵 AC か。これテスターだからあれかな、試験用の AC がいるのかな。輸送ヘリ、この辺からあれかな、なんか変わってくるかな、選ぶミッションでルート。まただよな、チャプター1だからな。でトレーニング新しいの出てねえし、あれルビコン政権のやり方とかってまだ出ねえのかな。待って、じゃあ、輸送ヘリ撃破やりますか。輸送ヘリってあのでっかいのじゃねえよね。あ、でっかいのかな。となるとちょっとアッセンブルでなんか衝撃力高い武器買ってみっか。衝撃力、これハンドガンは衝撃力高いんだよね。待って、これ他に表示切り替えでこれだ、衝撃力の値って書いてあんのこれ。あ、違うとこ見てんだ。待ってね、左側か。射撃反動うんぬんかんぬんで、ああ、ごめんごめん、左上にあったわ。攻撃力が166、衝撃力235、衝撃残量149。あれ、これどっちも高えな、衝撃力。これバズーカ段違いだ。ただ多分残弾がアホほどないんじゃない。待って、弾薬数はこの画面で、あ、78発か。左手バズーカンすっか。左手バズーカ買うか。7万円結構高いけど、よし、これでアセンブルで、右手はリニアライフルに、いや普通のこれだ。で、左手バズーカでシールドもあるし、これで行ってみっか。輸送ヘリ撃破、オペレーションミッション、輸送ヘリ破壊、じゃあちょっとやってみますかね、これでね。バズーカの威力見てみたい。仕事だ。メイラムグループから依頼が入っている。独立傭兵レイブン、これはメイラム同盟企業ダーフォンによる依頼だ。
こいつらなんかあれだよね、気合が高いというか。了解。なんかやられそうな予感がしてきたけど、行ってみよう。名指しの依頼が入ったな。あ、これ名指しだったんだ。この調子で実績を積み上げていけ。言われなくたってってね。あれ結局私自身の目的というかハンドラーボルタの目的って分かってないよね。さあ早速敵ちゃんがいますね。了解。ルビコン解放戦線の輸送ヘリを破壊しろ。他はいいのかい。あ、これか。待って、撃ってみよう。お、バツーカ一撃でやれたんだけど待ってね、バズーカ一撃で。バズーカってもしかしてカートリッジ2発しか入んねえのかな。まだ生きてる。よし、次は待ってね。あ、しまった、リロード間違ったわあれ、三角押しながら L2 でリロード。お、なんかいるな、あっちにいるのか。おっとっとっと、誰だ撃ったの。上か。しまって、これは。よし、バズーカ撃っちゃうぞ。ドン。よいしょ、破壊していく。あ、待って、ヘリあそこだよね。ゴーズン。バズーカ足止めちゃうな。なんだ、撃たれた。これバズーカ撃ってみっか。よいしょ、硬い。ちょっと待ってね、後ろからやっちゃえばさ。あと撃ってくるのは誰だったの、こいつ。ちょっとリロードが長いな。 OK で、おお、なんかいたわ。 OK、 ちょっと待ってね、なんか後ろ若干気になったんだが、何もない。ないか、行ってみようか。なんか出てきそうなんだよな、ボス級が。応戦しろ。まあだろうな。おっと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 、ちょっと待ってね。何、四脚タイプ混ざってる。あ、本当だ。そうなの。うわー、なんかすげえの撃ってきたんだけど、やばいかも。ちょっと待ってね。でも、おっと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 、バズーカ。よいしょ、どうだこの衝撃力。お前ごときでは防げまい。よいしょ、勝てえな。うっ、回復。待ってね、ボタン間違ったおお、サーベル撃ってくるね。よし、叩き込みまーす。バズーカ撃って、バズーカ撃って、外した。しかし勝てえなこいつ、当たんねえし。もう読まれてんの動き。しまってね、サーベルを振るなあんなのに当たったらやられちゃうよ。よっ、バズーカ、うらっ、やったか。普通じゃないって言われた。ちょっと回復する。まあね、これやったよね、残弾大丈夫だよね。よし、これで終わってくれっていいんだけど。
ありがとう。ここ私がヘリと戦ったとこか、一番最初に。バズーカ使えます。ただ相手のサーベル怖かったな。まあ当たんなかったから良かったものの、ログハントプログラム進捗。さっきのやつやっぱそうだったのかな、あ違うのかな、わかんない。新着メッセージ、はい。戻ったか、621。あ、ウォルターから。企業にとってルビコン解放戦線はコーラル調査領域を拡大するための障害となる。ルビコニアンから見ればお前の行いは侵略への加担と映るだろうが。ルビコニアン。ちょっとずつなんかこう背景というかストーリーが分かってきそうな感じではありますね。パーツショップでこれ新しいのとかってどの、まあ出たらなんか出んのか、新商品が入荷しましたみたいな。いろいろ使ってみたいんだけどね。両手バズーカでもいいんじゃねえか疑惑があるような敵も出てきそうだけど、ハンドガンも強いっつったんだもんね、衝撃力。ハンドガンも買っとくかな。でも衝撃力強いだけで攻撃力が大したことないなら、これでハンドガンで相手のスタッカーを狙ってサーベルで切りつけるとかの方がいいのかな。ちょっとわかんない、待ってね。ミッション確認、テスター AC ね。そっか AC だ、敵 AC なのかとなると、ちょっと今の戦法やってみっか。待ってね、ショップでハンドガンがどの程度のなんだっけ、あれを持ってるか、衝撃力削り、これを右手を買って AC デザインで、じゃ右手武器をハンドガンにしたいと思います。で左手をサーベルに変えます。でちなみに私シールドを使うのを忘れるから、シールド今いらねえんじゃねえか疑惑あるんだけど、そうなってくると左ユニットを4連装ミサイルでいいんじゃねえかな。こっちって強いのかな、回避方向を制限する軽量機体に向くデザインで、マルチロックにも待ってね、あ重量オーバーしちゃうんだこっちやると多分。あ、違う。重量オーバーじゃねえわ。でも新しいの買ってみっか、これ。よし、オッケー。待ってね。じゃあ、これを積んでみよう。こっちだね。オッケー。じゃあ、これで、次の、メインミッションで、テスター AC 撃破。これ1体だけ？よろしくお願いします。まだ熟練パイロットは乗ってないってことだよね、多分。出てきたとしても。ちょっとやってみようね、じゃあこれでね。相手は指揮をサンプルとはいえ、AC には変わりない。気を引き締めていけ、621。OK。まあ、取り巻きっていうか、雑魚もいるでしょうな、護衛の。まあ、護衛はミサイルで蹴散らしつつかな。よし、ちょっと待ってね。ミッション開始だ。目標を補足した。補足した？仕掛ける攻撃だ。行きますか。え、あれなの？目標。ダブルミサイル。なんか出てきた。ちょっと待ってね。じゃあ、やってくれる。
ちょっと待って、どこに隠れた。なんかすげえとこに隠れたぞあいつ。いて、おお、サーベルで狙ってくんね。よっ、スタッカー狙ってくよ。すげえとこで戦わせられんな。いけるか。よいしょ、ドンドン、回復、ミサイル、ミサイル、なんかずいぶん喋るけどお前。私もサーベルで追っちゃうぞ。ミサイル発射、いける、んーずん、んーずん、やりましたけど、まだ来るかな。ちょっと待って、ちょっとブーストいらない。これで終わりですか。いや、敵のサーベル結構もらっちゃったね。いや、でもやっぱ対 AC も面白いね、戦うのね。ログハントプログラム進捗。よく喋る相手でよかったよ。いつ以来だ、ハントラー・ウォルター。貴様の猟犬にはクソほどに栄養を飲まされた。よくも抜け抜けと連絡してこれたな。ミシガン、こちらの提案だが、うちの役立たずどもと同じ扱いで構わんのだな。第四世代は感情の起伏に乏しい。あいつには外からの刺激が必要だ。ならば決まりだ。うちからはボルタとイグアスを出す。貴様の新しい猟犬、レッドガンの流儀で迎えよう。なんだ、共同戦線か。さあ、またメッセージですね。はい、あれはベイラム専属 AC 部隊レッドガンに届けられるものだったようだ。レッドガンはベイラムの主力、所属隊員の実力は折り紙付きだ。頭に入れておけ、621。何、ちょっとあれなの、目つけられたんだろうな。まあそりゃそうだわな。じゃあ、ミッションがまた2つ出た。多重ダム襲撃、武装採掘艦破壊。お、船だ。いやー、楽しみだなこれ。まあまあまあ、今回は以上にしましょう。じゃあ、ちょっとペイントとかも動画外でやるとして、次回ですね、この続きやっていきますので、よろしくお願いします。では皆様、ご視聴ありがとうございました。またね。